ありがとう。たくさんの人がおめでとうって言ってくれて嬉しいよ。ただ実はちょっと緊張してるんだ。こういうお祝いの場は何でもない日のパーティーで慣れてると思ったけど、自分が主役だと違うもんだな。でもせっかくみんなが準備してくれたんだから、今日は目いっぱい楽しむつもりだ。大好きな卵料理もたくさん用意されてたし、食べるのが待ちきれない。ああ、食べるのはもちろん作るのも好きだ。目玉焼きなんか卵を焼くだけの料理だと思ってたけど、やってみると違ってさ、理想的な半熟にするのが結構難しくて、昔は随分練習したな。あ、そういえばこの前クローバー先輩と卵料理の話題で盛り上がったんだよ。オムレツに合う具について話したり、簡単なプリンの作り方を教えてもらったり、あんなに卵料理について語り合ったのは初めてで、すごく楽しかった。ま、そばにいたエースは料理の話なんて全然わかんねえって退屈そうな顔してたけどな。とっておきのトロフアプリンのレシピを教わったから、今度作ってみようと思うんだ。うまくできたら連絡するよ。その時はグリムと食べに来てくれ。マジカルホイールに乗ること、それと機械をいじるのも好きだな。母さんが機械音痴だから、家電のセッティングなんかは昔から僕がしてたんだ。説明書を読まない母さんの代わりにって、しぶしぶやってるうちに面白くなってきてさ。ただ周りには機械の修理や整備が好きっていうより得意と思われてるみたいなんだよ。たまに僕のところに壊れた家電を持ってくる人がいて少し困ってる。全然大したことはできないのに。前に寮の談話室にある年季の入ったラジカセで音楽を聴こうとしたら動かなかったことがあってさ。昔の家電は叩くと治るって言うだろ。ふざけて叩いてみたら本当に曲が再生できたんだ。それをたまたま見ていたダイヤモンド先輩が、デュースちゃんの手が奇跡を起こしたって冗談半分に触れ回ってしまって、それが変に広まって話が大きくなったらしい。いつの間にか友達にまで機械の修理ができるなんてすげえって言われるようになったんだ。参ったよ。警察官だ。その中でもエリート部署と言われる対魔法師専門の部署に所属したいと思っている。もちろん簡単になれる職業じゃないことは分かってるけど、諦めるつもりはない。将来のために今のうちから僕にできることをしっかりやっているんだ。魔法の実技や飛行術の訓練はもちろん、講義の復習だって毎日欠かさずやってる。座学のテストはあまり点数が良くないけど、それはこれから頑張ればいいよな。あと一番力を入れているのはイメージトレーニングなんだ。警察官が主人公の映画やドラマを見て捜査の仕方や犯人の倒し方を学んでる。追いかける時のかっこいい走り方とか、逮捕する時の決め台詞の言い方なんかも覚えてるぞ。どうだ、現場に立つ準備はバッチリだろ。最近は寮の友達とトランプをすることが多いな。昔はマジホイに夢中でみんなとゲームなんてあんまりしたことがなかったからすごく楽しい。他にはアプリゲームで遊んだりもしてる。街を作るのとかモンスターを倒すやつとか。あ、そういえばこの間寮内でパズルゲームが大流行したんだよ。同じ色を揃えてパズルを消していくんだけど、ルールもわかりやすいし本当に面白いんだ。でも夜更かしをする生徒が続出して、起床時間を守れずローズハート寮長に首をはねられる寮生が大量に出た。実は僕もその一人なんだ。エースとの対決に熱くなりすぎて徹夜してしまって、真面目に過ごすと決めたのに
反省してる。それ以来ゲームは1日1時間に徹底したんだ。よくやるのは体力トレーニングだな。運動場にいるとたまに同じ陸上部のジャックと一緒になる。それぞれ別に練習していても近くにいるとつい張り合ってしまって、軽いトレーニングのつもりで始めても結局真剣勝負になって、気づけば何十本も走り込んでる日もある。最後には体力が切れてお互いバテバテ。せっかくの休日なのに何してるんだって感じだろ。あ、最近はエペルも一緒に参加してるんだ。あいつ見た目よりずっとガッツがあるんだよな。昔から仲間とマジカルホイールで走るのが好きだったけど、ランニングも一緒。みんなで走ると一人で走る時より達成感が倍になる気がして、最高の気持ちになれる。あ、もちろん休みだからってトレーニングばっかりじゃないぞ。真面目に勉強もしてるからな。